はい、みなさん、こんにちは、ゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。みなさん、元気にしていますでしょうか？今日は、二千二十三年の六月十二日月曜日に、このポッドキャストを撮っています。みなさん、どうでした？週末、素敵な週末は過ごせましたか？はい、僕の方はね、だいぶあの崩した体調も良くなってきて、うん、もう今週は元気いっぱいですし。昨日もね、あのお友達とのんびり、あの、いろんなお話をしながら、家で過ごしました。 うん、やっぱいいですねのんびり日曜日ははいまあ,あの早速ねあの今回テーマから早速いきたいなと思うんですけども、あのー、前回に引き続き、えー、と僕のヨーロッパ旅行のお話をしたいなと思っています、あのー、前回はね、えー、とスペインのマドリードのお話をしたと思うんですけども今回はその次の目的地、えー、イタリアローマです はい、えー、と前回のポッドキャストはローマで撮ったんですけどもなんともうだいぶ1ヶ月以上も経ってメキシコで、えー、とローマの思い出を思い出しながらあの撮っていきたいなと思うんですけどもあのー、今回ねローマに僕10日間も滞在したんですよ。10日間ですよはい えと旅行全部で26日間だから、まあ、半分までは行かないけど40%近くはあのイタリアにいたっていうことであのそもそも何で僕が今回ヨーロッパ旅行をしたかっていうとイタリアに行きたかったかかっらなんですねあのい言い方ちょっと悪いんだけどそのスペインもドイツもフランスもハンガリーもついでに、まあ、せっかく行くなら行こうっていうことで。 あの決めた目的地であってそうあの本当にイタリアローマ行ってで帰ってくればいいかなって思ってたのがオリジナルプランでだからなんでその僕はイタリアローマに行きたかったかっていうお話からまあどんな街だったどんな経験したとか何を考えたっていうお話を、まあ、皆さんにしていけたらいいなと思っています。それでははよろししくお願いいます、はい ということで、まあ、今回の旅の目的なんだけどもなんでねそもそもチケットを買ったかというとあの,僕のオンンンンラライイレレッッススののののプライベートレッスンの学生にに会いいい行きたた。なっていうのがあの、最初の目的でしたあの多分ねこのポッドキャストを聞いてくれている人はあの僕がねどんなプライベートレッスンの学生がいるかっていうのを知っていると思うんだけどあの2年くらい前からあの イタリアのローマに住んでいる75歳のおばあちゃんが、あのー、僕の、ね、プライベートレッスンをずっと受けてくれていてであのそのおばあちゃんにはあの旦那さんがいるんですね。でその旦那さんは、えー、と89歳今年90歳になるのかな、うんあのまあ、かなりご年配の,あの旦那さんがいるんですけども、まあ、プライベートレッスンをやっている時にね。あ ローマ遊びに来てよいいとこだよイタリアいいとこだよっていつもね言われていたんですよ行、まあ、ってもらってたんですねで、まあ、行きたいなっていう気持ちはあったんだけども正直言っていろんな仕事もあるし、まあ、いくらぐらいかかるかもわかんないしなんかまた今度でいいやっていうふうに考えていたんですねうん。 であの去年の12月にですねちょっとその旦那さんの方が体調を崩してしまってであのー、ちょっとね病院にかからなきゃいけなくてでその時にねすっごい後悔したの、あのー、いや行くって言って行かなかったのってよくないなってですごい不安だったのねいつも誘ってくれてたのにあ今度、あのー、また今度みたいな風に言ってて。 なんかそれが彼だったりその学生彼女だったりの心残りになってしまったらなんて悪いことしたんだろうと思って2年間僕をこうやってねプライベートレッスンを受けるっていう形でサポートしてくれている人に何にも返せてないじゃんって思ってすごいね怖かったんですよね年末。でそしたらあの持ちこたえてくれてで旦那さん退院してでねあっ もうダメだと元気なうちに会いたいたとなんか本当に病院に行ってしまってあんまりお話もできない中行っても意味ないなって一緒にお散歩ができるこのタイミングで行かなきゃって思って急いでもう年始チケット買ってそうでチケット買った時にその最初の目的は1週間ちょっと スペインからローマに飛んで,でローマで1週間過ごしてスペインに戻って帰ろうって思ってたんだけどあのニディアさんがね「せっかく行くならねみんなに会ってきたらいいよ」ってゆう日本語のプロジェクトはあの心配しなくていいから1ヶ月思いっきり休んでおいでって言ってくれてであの1ヶ月のチケットを買ってであの今回ねそのハンガリーだったりスペインフランスドイツ。 に旅行すすることがででできたんですよで、まあ、話を戻すとなので、まあ、今回はね他の国に行けるとはいえ目的はそのおじいちゃんおばあちゃんとのんびり時間を過ごしてたくさん思い出を作りたいなっていうのがメインにあったのでその10日間ねローマに滞在するっていうことになりました。であのー、本当に10日間はのんびりしたね毎日を送ってたんですよ。 だたいね朝10時くらいに起きてで朝10時くらいに起きるとあのおじいちゃんがねあのエスプレッソをね作ってくれてるんですよまあなんかエスプレッソコーヒーを入れてくれてるんですあの YouTube に上がる頃にはねここにねあの写真が上がると思うんですけどあのガス台にねこんなちっちゃいエスプレッソマシンを置いてくつ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 ってこうねエスプレッソをこう入れてくれるんだけど 朝その匂いで起きて「あ朝だ朝10時だ」ってでリビングに行くとあのエスプレッソとちっちゃいクッキーとかパンとかが置いてあってで、まあ、それを飲みながらいろんなお話をしてで、えー、とまた自分の部屋に戻ってなんかこれから人生どうしようかなとかあの iPad で本を読んだりとか iPad でゲームをしたりしてで12時になったら。 みんなでお昼ご飯を食べるうんでお昼ご飯を食べ終わった後ちょっとお昼寝をして <laughs> でお昼寝し終わったらみんなでちょっと出かけたり散歩に行ったり犬の散歩行ったり公園に行ったりあとはまああとでも話すんだけどホームパーティーに行ったりしてで夕方に帰ってきてで、晩ご飯食べて寝るみたいな。だから 一日一アクティビティみたいなねそんなのんびりしたあの時間を過ごしてましたうーん、なんか久しぶりに休んだ感じしたわ本当になんか深く考えずにこんなにさ贅沢に時間を使えるってことってあんまりなくてなんか いやーあのローマの休日だなって皆さん知ってますあのオードリー・ヘップバーンの、ね「ローマの休日」って昔の映画ありますけど本当に僕はローマの休日を過ごすことができました。うん、で、あのー、本当にねあのおじいちゃんおばあちゃんなのでたくさんは歩けないけど、あのー、23日ぐらいかなあのローマの中心街一緒に散歩してくれてであのここを昔住んでたのよとかあ 来来来て来てて来てってこの酒屋さんの旦那さん私たちがここに住んできた時にすごい仲良かったのみたいに紹介してくれてあのローマのね町をすごくね堪能することができたんですけどなんかイタリアの印象をこれからいろいろお話ししようかなと思っていてあの当たり前なんだけど古い町っていうのがすごいわかる。なんていうのかな町に歴史があるんだよ。 だってローマ時代だからさもう何千年前の歴史なわけだよね。なんかこの500年とか600年とかじゃないわけよ。すごい長い歴史がある。だけどそこに住んでいる人にもそのローマでの歴史があるのね。なんか、その… すごく感じたのがそのおじいちゃんおばあちゃんが75歳と90あ約90歳か89歳でやっぱ若い頃っていうのは今と全然違くてそれでもロだから街は街の景色は変わらないでもそこに住んでいる人の生活は変わっていくっていう。なんかねそこが 面白いいななって思いましたなんかあのー、僕が生まれた埼玉県とかね正直僕が小学校に行ってた時の埼玉県ま入、あ、間市って町なんだけどその町の様子と今の町の様子ってやっぱ違うしメキシコもあやっぱりこう中心街はあんまり変わらないけどもでもなんだろうなショッピングモールがいっぱい立ったりしてなんか 10年前来た時と全然違うなっていうふうに感じるんだけどうん古い町だな変わらない町だなっていうふうに思った。でこれなんか僕が感じただけかもしれないんだけどなんかね作られたたの中で人がが生きているよような感じがしたんだよねなんか他のヨーロッパの町はあ人が作ったんだなって 人が生活するために家を建てでそこに人が住んでいてこう生活していったきたんだなっていう感じがするんだけどなんかローマの雰囲気ってもう「はいここにあります」「建物があります」で「そこに住みます」みたいなもうなんか前からあったような,なんかそんな雰囲気がするんですよね。もちろん多分町の古さで言ったらパリとかね。 あ,のとあんまり変わらないから多分パリでも同じような感じなんだけど何ていうのかななんかねねそういうい雰囲気を感じました、ね、うんなんか人が建物を建てそこで生活するじゃなくてそこにあった建物に人が住み着いて <laughs> 住み着いてって言い方ちょっとまずいけどうんなんかそんな感じがするんですよね。 うん、人が街の中で生きてるっていう雰囲気があるのかなうんあとローマの印象やっぱりおしゃれだなって僕の好きなおしゃれだったなんていうのかなあの自分をししっっっかかり持ってるる感じががするおしゃれの人が多かったもちろんあのステレオタイプは良くないんだけどこう街を散歩していてわおしゃれだなって っっていう風に感じる人がすすごく多かったんですよでよそれも何て言うのかな型にはまらないなんかつまりテンプレートがないような感じがしてあ自分で決めてる感じがするのよ。あ今日はネクタイがこれ青色だからちょっとなんだろうな靴も青っぽい靴にしようとかあ今日はネクタイは青だから。 ちょっと靴下青っぽい靴下履いてみようかなみたいなこう色のコンビネーションがすごくあの綺麗でおしゃれでそれになんか自分の答えががある感じがしてててかかっっっっっここいいなってすごいかっこいいななすすご思ったんですよあの僕のね滞在していた家のおじいちゃんおばあちゃんもじゃあみんなで出かけようってみんなで犬の散歩しようってなった時に。 ジャケット着て、でネクタイしてでネクタイはしないからシャツ着てでセーター着てで、そのセーターから出てくるこの出てるこのシャツの襟がすごいおしゃれだったりとか、うんね、ズボンとかもあのすごい色がね素敵なこな色使いというかコンビネーションがすごいいい感じだったんですよ。あーなんかやっぱりこうしっかり見てきてるから。 自分の好き嫌いが分かってるんだろうなっていうね例えばそのさおじいちゃんおばあちゃん90歳75歳になってもそうやってこう出かける時にちょっとこうファッションに気をつけようっていう楽しもうっていうその雰囲気がおじいちゃんおばあちゃんまであるってなんかっこいいな素敵だなって本当に思いました。うん で、あの人つながりなんだけどやっぱり人が温かいですねお話し好きもうねすごくね助かりましたなんかお話し好きね話し好きって聞くとなんかちょっと「ね、めっちゃ話すじゃん」っていうような雰囲気に聞こえるかもしれないんだけど本当にねその、僕に興味を持ってくれる人が多かったですね。あの それは外国人としてすごく嬉しくてなんかまあそのおばあちゃんと一緒に普段こうね行動していたからかもしれないんだけどではおばあちゃんと朝ごはん終わった後昼ごはんに食べるパンを買いに行こうってなってでえとお店に着きますとでちっちゃいお店なんだけどお店で働いてる34人の人が「あれ日本人じゃん」ってでねあの 学生のおばあちゃゃんがっったじゃないって私の日本語の先生が遊びに来るってこの子よってあっそうなんだいや俺も日本行きたいんだよみたいな話が盛り上がっててうんなんかねあ,あ嬉しいなってなんか僕がメキシコに住んでいるその一つの理由がその人の温かさなのね。なんか 外国人としてメキシコで生活していてもみんなが僕に興味を持ってくれて,くれてでお話をしてくれる話しかけてくれるやっぱり外国人としてそ,のそこに住んでいる人に話しかけられるってすごい嬉しいことなんだけどなんかねそういうのがありましたねでもそれはもしかすると僕がそのローマの中心街を散歩してたっていうわけではなくその住宅地 ね、人がいっぱい住んでいるところにいてでその周りにあるお店に足を運んでいたので、まあ、そういうふうに感じたのかなとも思うんだけどでも、ね、ホームパーティーとかに行ってもそのなんかああ優しいなあったかいなっていうふうに感じましたね、うん、であと <laughs> これはあの前回もそうだったんだけどやっぱりテラス好きだよねおやっぱローマにもテラスいっぱいありましたね、うん、で 最後になるんだけど自分たちの食文化と街にしっかり誇り誇を持っている感じがしましまた、うん、なんか日本料理例えばさあの僕がね日本人として「日本料理まあ好きだけど」みたいな「まあでも苦手な人いるよね」みたいな「日本料理って何が美味しいの?」って聞かれても「えー、お寿司美味しいじゃん」みたいな,みたいなね そんなことで終わっちゃうんだけどしっかり料理の作り方も分かるし何で美味しいかも説明できるしあそれはまあおじいちゃんおばあちゃんだったからかもしれないんだけどあなんか大切に大切に子供の頃から食べてきたんだろうなっていうのをすごく感じましたね。うんでそのイタリア料理なんですけどあの一つ気づいたことがあって最初の目的はね あのー、いっぱい作り方を覚えて、正しい作り方をおじいちゃん、おばあちゃんに教えてもらって。で、メキシコでも作ってやろうって思ったんだけど、分かったことは、これ、メキシコに帰ってきても作れないっていうのが分かりました。結局。イタリア料理、なんで美味した、美味しかったかっていうと、あの、素材が美味しいんだよね。ああ、チーズが美味しい。野菜が美味しい。トマトが美味しい。 で安いオリーブオイルも美味しいしだから素材が美味しいからイタリア料理はシンプルなんだとだからいろんなものビヤーって入れちゃダメなんだとでそのいろんなものをビヤーって入れなくても美味しくなるためには素材がフレッシュじゃなきゃいけないんだとあのこれはイタリアに行って食べなきゃダメだっていうのが分かりました。 うん、なのであのイタリア料理ね是非チャレンジしてみたいっていう人は騙されたと思ってローマまあ別にナポリでもいいけど行ってみたらいいと思ううんやっぱりねあトマトが美味しいわとかあチーズが美味しいわってなるわうんなんかパスタが美味しいってもそうなんだけどうん素材が美味しいんだっていう風にね感じますうんなので 僕の印象なんだけどイタリア料理って使っている材料とか調味料の味をしっかり分かるように作るのかなって思ったんですよ。うん、なんかオオオオリリーーブブイイルル入れるのにオリーブオイルのに香りがしなななかったたら意味いいじゃんみたいな、あのー、例えばトマト入れるのにトマトの香りがしなかったら味がしなかったら意味ないじゃんっていう。 うん、なんかトマトをしっかり感じつつもお肉のこうねこってりした油を感じつつもでもパスタを食べるっていううんそれがおいしい感じがするね。日本料理なんかはさ結構何でもかんでも醤油とだしからスタートするじゃないですかカツ丼もそう。そのー 親子丼もそうだし牛丼もそうだしだ牛丼食べてうん牛肉の味が美味しいとはならないしとんかつ食べてあこの豚肉,豚肉の味が美味しいとはならないと思うんだよね肉じゃがを食べてあ、じゃがいもの味が生きてるなっていう料理って日本のオーソドックスな料理だと少ないかなってメキシコ料理もそうだと思うなんかそこが 大きな食文化の違いかなって思いましたうん、そうでちょっとこれがね大きいテーマなんだけどあとチーズこれで後では話すんだけどチーズがすごく美味しくてそのフレッシュなチーズが多かったね、うん、あのモッツァレラチーズとかもねすごいこうジューシーなんだよ、うん、柔らかくてね。であとは あのしょっぱいチーズもあってなんかチーズって日本人が聞くとおやつチーズみたいななんかおやつにこんなカマンベールチーズみたいなのあってこうやって剥いて食べるみたいなそういう感じではなく調味料に使うタイプのものとなんかサラダと一緒に食べるものに分かれてる感じがしましたね。うん、でなんかその もともと僕が持っていたそのチーズのアイディアと実際ローマに行って食べて感じた本当のチーズの感じとやっぱそのギャップがすごく激しくてでもう一つすご,すごくそのギャップがあったのがパスタ。パスタが違うんだよ。 何が違うかっていうとあとで写真を出すんだけどフェトチーネっていうねなんかうどんみたいなパスタがあるんだけどでメキシコでも売ってるし日本でも売ってるんだけど基本的にはこう、まっすぐの乾麺な,んねストレート麺なのねだからこれゆでるのめちゃくちゃ大変ですごく好きなのにいっつも失敗してたのね。どうやっっって、てそのののフェトチーネ、しく茹でるのかなって思ったら、あの もうねなんかインスタント麺みたいになってるねこうほんとインスタント麺みたいなフェトチーネを湯がいてたんだよねうんでそのスパゲッティにしてもそのフェトチーネにしてもあと何だっけあのなんだっけ,だっけペンネだっけあのねあのわかる <laughs> ちょっと細長いやつああいうのにしてもあの 特別なさ鍋があんだよねあれめちゃくちゃびっくりした本当にでっかい鍋っていうか細長い長い鍋でめちゃくちゃ水入れてで茹でるんだよパスタをこれねあの水が少ない国だと無理だねいやなんか日本だったらできる日本だったら水道の水ねパスタ茹でるのに使えるからでも 僕の住んでるメキシコとかって水道の水飲めないからあの別で水を買うんだよ。でじゃあ1回パスタ茹でるのに2リットル3リットルお湯使うってなるとちょっとねちょっと家計的に厳しいなっていうのがあるからああだからだと。あの、かいっぱいお湯を入れなきゃ水を使ってお湯を使って そのパスタを茹でなきゃいけないっていうのは分かってたんだけどこんなにいっぱいかっていうねうんそれもすごくびっくりしましたねうんであと最後イタリアの料理で面白いなって思ったのがピザのの食べ方の違いこれ僕が行ったレストランだからかもしれないんだけど一人一枚だったんだよレストランに行ってななんんかさみんなのイメージって。 ピザです、ま、いですす丸いそれをこうやって切ってでピザをひゅって手で取ってそれを食べるみたいなイメージないぼ僕もそうだったんだけどレストランに行ってピザ1枚出てきてであのどうすんのって思ったらナイフとフォーク渡されてナイフとフォークでこうやって切って食べて。 で多分おじいちゃん、おばあちゃんもなんか変な顔せずに普通に当たり前のように食べてたからうん、あそうなんだってうんどうなんだろう、これイタリアの人がいたらそうなのかどうかっていうのをちょっと確認したいんだけどうん自分で切って食べるっていうね。でしかもあのなんていうの、あののてうこういう三角のこういうもういもザ・ピザみたいな形ではなく。うん 面白いなとなとんか逆にさあの例えば握り寿司ってあるじゃん握り寿司日本にねあれって日本人にとって寿司って言ったらあれイメージするけど海外の人はあの巻き寿司をイメージするじゃんお寿司って寿司をねあれがオーソドックス海外ではオーソドックスだけどオリジナルは違うみたいなのと一緒で海外の人はピザといえばこういう形の ピザをイメージするけど、あのイタリアの人は多分違うんじゃないかなって、うん、あの一回ね昼ご飯でもピザを食べたんだけど、その時もね四角いこういう四角いピザをあの買ってきてくれて、えー、なんか僕のイメージしてるピザと違うって <laughs>。 行ったらねそのおばあちゃんが「あのあーごめんね」ってそうだよね「ユうスケのイメージでピザ丸いよね」って「丸いピザ食べ行こうね」って言ってあのイタリアローマ最後の日にあの丸いピザ食べに連れてってくれてまあ本当ありがたいよねうんだかそれがね結構カルチャーショックでしたはい。 でまあ、料理の話をするとね、えー、とちょっともうこれポッドキャストが多分2時間3時間になるのでもうちょっと早速次のねテーマに行こうかなって思うんだけどその今回そのローマに、ね、お邪魔したんですけどそのおじいちゃんおばあちゃんのね家にいたからこそそのおじいちゃんおばあちゃんのお友達のホームパーティーに4回も 誘われてまあうち2回はおじいちゃんおばあちゃんの家でやったんだけどそう4回ホームパーティーに参加してなんかねいろんなこうイタリア文化というかイタリアの雰囲気を感じることができてそれをねぜひみんなにシェアしたいなって思ってたんだけどやっぱ人とのつながりを大切にする方が多いのかなって思いました。うーんなんなか なんだろう他の人の人生が自分の人生の一部になって生活が続いていくみたいな雰囲気があるのかなと思ったんですよ。だつまりそのある日ねあるホームパーティーに誘われてそのホームパーティーっていうのはそのおじいちゃんが昔仲人をした夫婦。 に誘われてそのうち人のうちに行ってホームパーティーをしたんだけどナコードっていうのはあの結婚式を代表する人みたいな例えばじゃあけユースケさんとニディアさんが結婚しますとでえとうちのお父さんもできるのかな多分別の人だななんか僕の会社のめっちゃ先輩なんかたお世話になった先輩がその 一応結婚式ののリーダーダみたいになるのかなるかそれがナコードっていうんだけどそのナコードをしたファミリーにねお呼ばれして行ったんだよなかなかさナコードぐらいでホームパーティーって日本の感覚ではないと思うんだよねそうなんか実際僕の父さんが誰の結婚式のナコードをしたのかちょっとわからないんだけどうーん。 日本にはない文化だなと思ってでやっぱ年齢も違うわけよ。ねえ90歳と40歳ぐらいかなの人が別に家族ではないのに家に集まってで「最近どうなの?」とか、あのー「昔こうだったよね?」とか「娘さんがいるんだけど娘さんどう?」とか「今こんなこと頑張ってるんだよ」とか。 その人のうちは庭をこう大きい庭をね少しずつこう綺麗にしてるんだけど今庭こんな風に大きくなってるんだよみたいな話をしているのを見ていや素敵だなってでは結局その夫婦ね若い夫婦ねホームパーティーに呼んでくれた若い夫婦にとってもちょっと心配だなって気にかけているわけだよねでそのおじいちゃんおばあちゃんからしても何か困ったことがあったら 手伝おうとかなんかそういう関係がうまくできてるのが本当に素晴らしいなって思ったしあのもう一個のホームパーティーではそのおばあちゃんの,その精神科医友達あのおばあちゃん精神科医の人なんだけどその精神科医お友達のパーティーにお呼ばれしてでみんながこうね楽し,い楽しくお話をしているわけですよ。うーん でそこで感じたのがやっぱイタリア人にはイタリア人の会話のリズムがあって結構ねなんかメキシコ人に似てるこうどん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 自分の思ったことを話してあの、まあ、質問もするんだけどでもやっぱり思ったことを話してってでとにかく笑うっていうねうんなんかやっぱ明るかったねうんその明るい雰囲気がなんとなく メキシコの僕の好きなメキシコの感じに似ていてあすごく楽しかったなって思うんだけどさすがねイタリアだなって思ったこともあったんだよそれがやっぱり政治の話が多いっていうねあのねこれ何でやっぱりなのかっていうとあの僕が大好きな映画があのス,タリスタジオジブリの「紅の豚」っていう映画でで 紅の豚は一応イタリアがあの舞台になってるのねローマではないんだけどうんイタリアなの。で,でそこに出てくるそのおじいちゃんおばあちゃんとかはなんかバーとか喫茶店とか銀行で必ず政治の話をするんですよ。うん、で なんか僕そのイメージがあったからそのホームパーティーの時になんとなく政治の話になっていくその皆さんを見ていてこんかまあいい意味でも悪い意味はそんなないと思うんだけどしっかりこう政治に興味を持っているっていうのもやっぱ大切だなってあさすがその市民政治のねあの国なんだなっていうふうに思いました。 うん、でえー、っとまあ、ちょっとねテーマが架け,橋架け橋になってしまってるんだけどそのこれねちょっとみんなにお話ししたいなって思ったのがあって僕ね海外旅行をする時にすごく好きなことが好きなアクティビティが一つあってそれがスーパーパに行くことなのその国のスーパーに行くとその国の人がどんな食生活をしているのか。 何がが大事なののかかっていうのが分かるんだよで結構国によってそのスーパーのレイアウトとか売っているものとかが違うんですね。で今回イタリアのスーパーに行って思ったのがマジでワインが多い本当にカブワーって何メートルぐらいだろう20メートルぐらいワイン。でそのワインも結構安かった。 うん、そのおじいちゃんが言ってたのがお昼ご飯にそのねちょっと飲むワインなんか別に安くなくていいいいクオリティのでもそんなに高くないワインでだたい10ユーロから15ユーロぐらい安いもっと安いワインあるけどそれはちょっとなんか味的には美味しくないらしくてうんで高いのでも300ちょい違うい違ちう違う30ユーロぐらいだからどれぐらい 30ユーロだからら円ぐらいもうちょっとか3500円ぐらいかなもうそれはめっちゃおしゃれなやつだから大体いい1500円ぐらいでいいワインが買えるっていうのはワイン好きにとっては最高だなって思いましたねうんでそれと同じくらいびっくりしたのがオリーブオイルコーナーもすごいのよ、うん、めちゃくちゃオリーブオイルがあって で知らなかったんだけどねみんなさオリーブオイルって家にあると思うんだ結構世界的にも使われている油だと思うのねどうやって買うみんなオリーブオイルってうちさできるだけ安いオリーブオイルを買うのよいっぱい入っていて値段もそんなに高くないオリーブオイルを買うんだけどおじいちゃんおばあちゃん曰くオリーブオイルは それなりに高いものを買った方がいいっていう風に、うに、ん。で実際家でさサラダを食べる時とかちょっとチーズを食べたい時に必ずオリーブオイルと塩なんだけど美味しいんだよやっぱり高いオリーブオイルすごいオリーブの香りがしてうんなんか油って感じがしないんだよね。本当にドレッシングみたいなな感覚でなのでの キャノーラ油ねあの透明なさあのみんながよくね揚げ物とかあの炒め物するときに使うあの油は正直安くてもいいけどあオリーブオイルはこれから高いオリーブオイル買おうっていう風にうに、ん、思いましたはいで最後になるんですが、まあ、今回イタリアローマでの人生の学びっていうのはいくつかあって一つ目は あ散歩を楽しむってこういうことなんだなっていうのが分かりました。うんとにかくさその観光してなかったからいっぱい散歩をしたんだけど正直僕個人的にもそんなに散歩をする人間ではないんだけどローマでたくさん散歩をしてあこの街の匂いとか温度感とか 周りの人がどんな服着てるとかどんな表情なのかとか木がこうどれくらいこう葉っぱがくっついてるのかとか風がどれくらい吹いていてどれくらい木が動いているのかっていうのをいっぱい見て感じて歩くってななんんてて素敵なんだろうっていうっいのを気づくことができましたそれは多分たまたまねそのローマの気候がすごく良かったっていうのもあるし。 まあ時間をゆっっくり取れたっていうのもあるしまあローマっていう町がすごく素敵だっていうのもあるんだけどうんそうだねなんかこれからちょっと散歩ね今ちょっとメキシコ暑くて外出るの大変なんだけどあのいい季節になったらニディアさんと散歩したいなっていうふうに感じたうんなんか散歩の魅力に気づけたのが1点。で次がそのおじいちゃんおばあちゃんから「 学ぶこともあってでその一日一日を大切に生きている2人を見て本当に学ぶことが多かったんだよね。あのーまあ、正直言うとさおじいちゃんおばあちゃんに残されている時間の方が僕に残されている時間よりも少ないわけだよね。でも なんかそこに焦りは感じてないような気がして残された一日一日,日を別になんか特別なことをするわけでもないでも一緒にテレビを見たり一緒にご飯を食べたりなんとなくのことを話したりちゃんとありがとうって言ったりっていう毎日の当たり前のことを大切に生きている二人を見てああ これななんだなってこれが大事なんだなって本当に気づいた、うん、なんかさみんなその残りあと1週間しか生きられませんよって言われたらさちょっとパニックになるじゃん中にはさ今まで貯めたお金全部使ってめちゃくちゃ美味しいご飯食べたいとかすごい旅行行きたいとか もうめちゃくちゃいいパソコン買いたいとそれ俺かもしんないんだけど <laughs> なんかそういう風に考えてしまいがちではあるんだけどでも残り少ないからこそ大切にしたいことって特別な経験というよりかはいつものようにやってきたことを大切にやっていくうんそこになんか感謝を感じて。 素敵だなっていう気持ちを持って生きていく。2人を見て本当に勇気をもらいました。うん。だからそれを見ていてね。思ったんだよ。そのなんか人生の足跡って何なんだろうなって。人生の足跡ってわかるかな。やっぱ歩いてきて人生って道みたいだから、生まれてから今までこう歩いてきてるわけだよねで,で。その歩いてきた道が。 僕の人生にななるわけじゃないですかで仕事の成功なのかなって思ったんだなんかね今回そのおじいちゃんおばあちゃんがおじいちゃんおばあちゃんだからさあまり若い人と一緒に過ごすっていう機会がなかったのねでその結構年配の人が集まるホームパーティーが多かったんだけど やっぱそこで仕事の話とか今こんなことやったよねっていう話ってあんまり出てこなくてあの時の何々さんの誕生日パーティー覚えてるってあの時さーこんなもんやったよねーとかサプライズやったよねーとかなんか子供の頃こんなことやったよねああわかるわかるみたいななんかそういうことを 大切にしててていいるっっっうのも素敵だなって思ったしそれをシェアできる人が60歳70歳になってもいるっていうのが何よりも素敵なことだなっていうふうに思ったんだ、うん、だから僕もこれからね30代40代ってなってくるけども「あ,あの20歳の時こういうことやったよね」って笑い合える友達が一人でもできるように 人とののなながりを大切にしたいなって、うん、思える、そんなイタリア・ローマの旅行だったかなって思います、うんまあね今回こうやってその旅行のね経験を分かち合える皆さんがいたりとかその旅行をね行くってなった時にその,その国で待ってくれていた僕のお友達であり学生がいっぱいいるっていうのはある意味一つの成功だなってよかったなっていう風に ね、そんなことにも気づける旅行だったんじゃないかなと思います。はいということでねかなり駆け足にはなってしまったんですけどもイタリアローマのお話でしたいかがだったでしょうか。本当にねまた戻りたいうんあのー、人に会いたいのもそうだしもう一回チャレンジしたい食べ物もいっぱいあるし今度はね是非イタリアのいろんな町に行ってみたいと思います。 ね、実は今回いろんな人から「あ,のあーローマで会いましょう」っていうメッセージを頂い,いていたんだけどもちょっとその今回の目的がねおじいちゃんおばあちゃんとのんびり過ごすことだったのでちょっとお会いいでできる人はねほとんんどいなかったんですよそれがすごくちょっと心残りで今度はねイタリアに住んでる皆さんに会いに行きたいなと思いますのでその時はぜひぜひ一緒に散歩してください。 はいということで、えー、最後にお知らせをさせてください。ゆうゆうの日本語ポッドキャストではパトレオンやっております、えーと。20ドルのサポート、5ドルのサポート、1ドルのサポートがあります。そしてねできれば1週間に2、3回あの僕の両ローマじゃ、ね、やえや、ー、ヨーロッパのね一日一日何をやったかっていうその簡単な日記をあの写真と一緒にアップロードしていますのでもし興味があったら見てくれると嬉しいです。はいそしてディスコードチャンネルも頑張っています。 はいあのぜひね日本語を練習するお友達が欲しいっていう方はディスコードね入って無料ですのであのお友達を探してくれたらいいなと思います。はいということで皆さん引き続き日本語の勉強を頑張ってくださいそれじゃあまたねバイバイ